投資の浮き沈むが大きすぎるの対処法。あやさん、日内変動がひどく、朝は不安が大きく、起き上がることができず、午前中はほとんどベッドで過ごしています。そこから起き上がり行動すると、そのまま掃除や料理やらと行動できる日もあります。夜は毎晩、明日は早く起きて朝散歩に行こうとか、運動やるためにジムに入会しようとか、思考がポジティブになります。しかしながら一度寝ると、朝には不安な気持ちになってしまいます。何も考えずに行動することが大切でしょうか。浮き沈みが大きい人っていうのはおそらくいると思います。そういう人におすすめなのは、やっぱ朝散歩なんですよ。なぜかというと、体内時計というものがあって、おそらく体内時計のリズムとかが悪いのではないだろうかというふうに推測されるんです。実際、メンタル疾患に陥る人の大部分は体内時計が狂っているかずれています。体内時計がしっかりとしてるってことは、夜眠気が出て朝すっきりと目が覚めるっていう状態が実現してるはずなんです。でもメンタルの患者さんって、夜眠れないですっていうふうになるし、朝起きれないですっていう人が多いです。このように昼と朝のメリハリがしっかりしてない人っていうのは、体内時計のずれというものが疑われます。体内時計がずれると、夜寝られなくなるし、朝起きられないわけだから、メンタル的にかなりきついです。さらに体力、体の方もきついんですね。夜きちんと眠れないし、午前中もぼーっとした状態になってる、頭も体もぼーっとした状態になってしまう。だから体内時計をリセットするということが一番重要、まずやってほしいことです。体内時計をリセットするのにどうしたらいいですかといった場合において、朝散歩というものをまずおすすめしていますが、朝散歩が調子悪くてできないの場合は、日向ぼっこをおすすめしています。なので、とにかく朝散歩できない人は日向ぼっこをしましょう。これを最近ここ数ヶ月すごく言ってると思います。なので、日向ぼっこを取り入れてください。朝散歩行ける日は行ってください。でも行けない日は、寝ててもいいので、横になっててもいいので、ベランダの日の当たるような場所に30分ぐらいいてください。そこで朝ごはんを食べたりなんかしてればいいと思うんですけど、そうすると太陽の光を浴びるっていうことが、とても体内時計のリセットには効果があるんです。なので、日向ぼっこだけでも、朝散歩した方がもっといいですけども、外に出た方がもっといいですけど、できないということであれば、それはしょうがないので、体内時計をリセットするのは日向ぼっこでもできますよっていうことですね。あと、昼を昼として認識する、夜を夜として認識するために、もし朝散歩でなくてもいいので、昼でもいいですから散歩してください。メリハリしてください。少なくとも散歩してるってことは、体はそれを昼というふうに認識します。朝散歩できなければ、もうちょっと遅い時間でも日向ぼっこした上であれば、昼でも午後でも運動するっていうのはすごくいいことだと思います。ということで、そういう一日の変動がひどい人、朝がものすごく調子悪い人、午後になってものすごく調子悪い人、ガタガタの人、これは体内時計がうまくリズムを刻んでない可能性が高いので、朝散歩できない人は日向ぼっこでしっかりと体内時計をリセットしてください。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。